私はこの10年間ガチャリックスピンという道だけをねひたすら歩いてきたんだけど、この道っていうのがさ、もう普通のまっすぐな道とか一切なくて、もう常に急カーブとかすごい坂道とか、なんかもう本当に大変な10年だったなって思うんだけど、それは一人じゃ絶対歩くことはできなくて、こんだけね心強いメンバーが一緒に歩いてくれたり、あとはねその道がさ途中でこう暗くなってさ先が見えなくなった時でも、そういう時はガチャマンピンコが道を照らしてくれたり、それから他にもガチャリックスピンをね頑張ってほしいって応援してくれるみんながいてくれたから、この10年止まらずに走ってくることができました。本当にありがとうございます。偽物なんて意味がない。
のがいい。常に最高で最強で居続けるガチャピンだからなんか不安はないです。オチが一番最高最強になるしもう頑張るしかないからみんなついてきて天津チームは思いました。ありがとうございます。もうなんか泣けてきちゃった。バンドに勝つことも難しいんだけど過去の自分たちに勝負していくっていうのもすごい大変なことじゃないですか。でもそれをそんなこと言わない。もうちょっと一旦あっち行って待っていい。あのこの志村動物園みたいな。